幸福号出版は、三島幸雄の長編小説、全20章からなる。密輸に手を染める、イタリア人根結の兄と、オペラ歌手志望の日本人の衣服妹が、様々な恋愛模様や沈騒動を超え、逃避行の旅へ出版する物語。現実とオペラ、カルメンが交錯するスリリングな展開の娯楽的な、趣もの中にも、兄弟のまま永久に終わらない愛に旅立つ男女の、 純愛が描かれている。三島の妹、三子の面影がヒロインに重ねられていることが監視される作品である。1955年、読売新聞6月18日から11月15日に連載された。単行本は翌年1956年1月30日に新潮社より刊行された。文庫版は1978年6月に集英社文庫、 1996年7月に、ちく文庫、2010年11月に、角川文庫で観光された。三島没後10年の1980年11月15日に、藤丸詩主演で映画化された。構成は、前半部分は、グランドホテル形式に基づいた構成を取り入れていると見られており、バルザックのゴリオ屋さんの下宿や、ボケール館の食堂にあたるのが、オペラ歌手、 歌子の邸宅の食堂兼今となっている。幸福号出版はこのようにフランス伝統の物語形式を積極的に取り入れているが、その方法理念や小説技法をより宣伝し活用したのが後の京子の家とされ、幸福号出版の実験がなければ後発の純文学作品京子の家は生まれなかったと言われている。なお、当初、題名は 苦弱の上位、歌と黄金、女神と脇仏たちなども考えられていた。作中には街頭テレビやヒロインが手で洗濯をする場面があるが、この当時はまだ一般家庭にテレビも洗濯機さえもなかった時代であった。また現代で密輸といえば麻薬であるが、幸福号出版の主人公たちが手を染めるのは高級で時計などの密輸である。これは、 当時の日本が完全な保護貿易主義下にあり、輸入品には多額の関税が課せられていたため、時計などの品物の密輸が東京湾一帯で横行していた。三島の創作ノートにも当時の密輸事件に関する新聞記事の切り抜きが貼られており、1955年2月8日未明に輸出座等の横流し船団が隅田川で逮捕され、 主犯格の4名が指名手配される事件と、同年5月4日に、スイス製時計を密輸入した、麻薬王の中国人が3名逮捕される事件があった。幸福号出版は、三島の作品の中では、いわゆる純文学ではなく、エンターテイメント作品に属するが、それでも、執筆のための取材や調査は徹底して行われていた。 ことが、三島の死後に発見された創作ノートで明らかとなり、娯楽作品にも手を抜くことがなく、エンターテイメントには、時代賞を濃厚に反映させなければならないという、プロの作家の使命感が強くあったことが伺われている。銀座のデパート店員、山地光子は、オペラ歌手を夢見ながら、月島の古い借屋で、母、正代と、兄、年尾と暮らしていた。 一家は家主に立ち退きを迫られていた。年尾は生業につかず、家にもあまり帰らなかったが、三子には贅沢な洋食をご馳走したり服を買ってあったりする妹思いの兄だった。女に見つがれているんだと年尾は説明していたが、三子は兄が勝時橋付近で何か秘密の受け渡しをしているのに気づいていた。二人は、 父親の違う兄弟で、三子のジップはすでに亡くなり、年尾のジップはイタリア人で、年尾は根欠であった。しかし三子は細かい家庭の事情はほとんど気にせず、幼い時から兄が大好きだった。梅雨入り間近のある日、母、正代は、長官のソプラノカシコルレオに、歌子さんイタリア人暴風の三千万円の遺産を受けたまわりくという記事を見て喜んだ。 貧乏暮らしに光が見えた正代は息子と娘を連れ渋谷上山町の歌子の家を訪ねた。歌子の夫のイタリア人、オペラ歌手、コルレオーニは年夜のジップだったからだ。歌子と正代は昔の恋の宿敵だったがオペラ歌手仲間でもあった。歌子と正代は懐かしい感激の対面をした。マスコミのフラッシュがたかれる中、歌子は 話題作りの宣伝のためまぶたの母を演じ、年を自分の子だと記者会見したりした。歌子邸には、これで鬼が本国へ帰った後、彼の文下生の歌手4人とその家族の計10人が曲がりしていた。山地一家も歌子邸に曲がりすることとなり、その代わりに、牢上のアルト歌手、高橋夢子が屋敷を追い出された。歌子の歌劇団は三つ子を加えて、 新規一点、帝国オペラ協会と名付けられた。悪久知への働く都市は、遺産相続の納税額を自分が苦心して半額にしてもらったと歌子に大嘘をつき、歌劇団の会計係を任されることになった。その一件の際、口裏を合わせた、都市の元同級生の税理士、松本は、都市と歌子からお礼として、二子玉川のあゆ料理屋に招かれ、そこに友人の富田を誘った。 税管理の富田は三つ子に一目惚れをした。一方、歌子邸の曲がり人の手の売る歌手、萩原も三つ子を好きになっていた。しかし萩原は歌子のツバメだった。年尾の年上の上夫で銀座のレストランイタリア邸のマダム、ふさ子は実はある密輸組織の東京講支部のボスだった。年尾はそのことは全く知らずに下っ端の小包み人っ 歌子邸に遭老してからは足を洗った。フサコの密輸組織の黒幕は元 GHQ 関係者のアメリカ人、ハワードという男で、今は香港にいた。フサコは未亡人で元男爵夫人だったが敗戦後の財産税に苦しめられ、ハワードの愛人となり、密輸の道へ手を染めていったのだった。イタリア邸の特別室には、ハワードの副心の三国人、長屋、 取引商人が秘密裏に出入りしていた。そんなイタリア邸に、いつの間にか高橋ゆめこが就職し、黒奥係から会計係に出世していた。ゆめこは、その実直な働きぶりを買われ、ふさこの密輸の腹心となった。帝国オペラ協会が11月15日に、椿姫を講演することとなった。年尾の悪知恵により、 主役ビオレッタは歌子から三子に決定した。三子はデパートを退職し本格的デビューをすることになった。ところが前日の舞台稽古の際に楽屋で三子と萩原が接吻しているのを夢子の導きで知った歌子が怒り、三子は役から外された。三子は芸術家たちのネチネチした内情に失望し、 これをきっかけに、年男と家出して清洲橋の田元にあるアパートで暮らし始めた。年男は、前々から、歌子の金を持ち逃げして、妹と二人だけで暮らすことを準備していたのだった。年男は歌子から盗んだ五百万円から、小さな木造の基本船を船長と機関主ごと買い取り、彼らと東京湾内で、片木の二役の仕事を始めた。船の名前は、幸福号で登記した。 美味しい年おと会えなくなったふさこが、年代の子分のようになっている、十八号と会い、年代の居所を突き止めた。年代と離れていたくないふさこは、ゆめ子の入れ知恵で、自分たちの身元を明かし、兄弟一緒に密輸組織の仲間に引き入れることにした。ちょうどみつ子は、アパートで隠れて生きる単調な暮らしに飽き、スリルを求めていたので、兄弟は、密輸仲間に加わり、 ハワード名義の牛込のふさ邸に同居することになった。年尾は2役の仕事でカモフラージュにしながら高級で時計やサントニンなどの密輸品の運搬をやった。新年となった。税関の検査が厳しくなり、香港から乗船管理を支給仲間に引き入れろという伝聞が来た。三つ子は富田のことを思い出し、彼を誘惑することに決めた。一方、 歌子の置いた、椿姫の失敗で傾いた、歌劇団の男性歌手らは、再び、三つ子を担ぎなんとか年をの盗んだ金で、自分たちの公演の機会を得ようと考え、三つ子を探して、街を回っていた。三つ子は、富田と、北の学堂でデート中、僕と結婚してください、に、 三日中に御母堂にお願いに登りたいと思いますと震える字で書かれた名刺を富田から渡された。富田は松本から歌子亭の住所を聞き出していた。困った三子はちょうど出くわした萩原を出しに使い、あばずれ女を演じた。しかし富田はライバルの萩原を突き飛ばし、三子をタクシーでさらっていった。連れ込みホテルで富田を誘惑しようとした。 み子だったが、無理なあばずれ演技をしていることを彼に見抜かれた。み子はじりったくなり、自分は密油断の悪い女だと、先に言ってしまい、付き合っている本当の目的も喋ってしまった。激光した、富田の悲しい野獣のような抱擁に、み子こは危うく、彼を愛しそうになったが、富田は理性を取り戻した。そして彼は、み子が自分を愛するようになるまで我慢し、 密輸団の一味になることを誓った。税管理を仲間に引き入れたことで、ハワードは、ウイスキーなんだアースモの思いにまで密輸するようになった。年をと、久子も気が大きくなり、ポーカー賭博に手を出し千万以上吸ってしまった。夏ごろ日本へやってくるハワードにバレたら冗談では、済まされないと、三国人の蝶は自分の首をちょんぎる真似をした。千万の穴埋めのため、 町と、ふさこたちは危ない橋を渡ることにした。表向き貿易会社の看板を出している町は、政党会社の下請けの商事会社と結託し、検討輸入時にかけられた税金が戻される、海外輸出用政党を国内で流し、その莫大な税金の鞘をせしめる計画をした。その輸出に偽装した密輸入は、横浜の倉庫にある製陶五千袋を、 横浜港の貨物船に運ぶふりをし、東京港から隅田川へ運ぶという作戦だった。仕事は3体に分かれ、年尾の幸福号は第1体となった。トラック30台の手配は、み子が何も知らない、歌劇団の男性歌手たちにやらせた。結婚前のある春の日、み子と、富田た、年尾と夢子の2カップルは、箱根の足の湖へ花見旅行に行った。 夢子を加えたのは、恋人役の夢子を富田につきまとわせ、妹の低操を守ろうという年をの意図だった。三子は旅行中、富田に、これまでのいろいろなことを謝った。輸出用政党横流し結婚日の4月15日の夜が来た。その日、イタリア邸で待つふさこと三子と夢子は店に、萩原たちを呼び、オペラ、カルメンをやって遊ぶことにした。一方、 その頃ばりと年男と船長らは、中華街で腹ごしらえし、仕事に取り掛かった。万が一の時の逃亡に備え、年男らは、町の中間で有金を全部腹巻きに縫い付けていた。幸福号は、無事仕事を終え、佃のの私そばの港町の船だまりにいた。そこへ、富田が飛んできた。警察がこの仕事を嗅ぎつけ、一網打尽にされるという情報だった。イタリア庭にも、 捜査の目が言っていた。蝶と敏夫から連絡を受け、イタリア邸のふさ子と夢子は、一旦ハワード邸へ逃げ、みつ子は、敏夫のもとへ逃げてきた。水湯で貯めた金を選別にくれた富田に、み子は、母、商談への別れの手紙を託して、敏夫と国外逃避業に出版した。カルメンの紛争のままのみ子は、戸田や貝原を投げた。 ケビンの中で二人だけで寄り添う三つこと年しは幸福だった。うたこと正代は兄弟の別れの手紙を読んだ後、年しとみつこのことをしみじみと語り合った。実は年しは正代の子ではなく、本当はうたこの産んだ子で、年しと三つ子には全く血のつながりがないのだった。でも、あの二人は永久に、それを知らずに過ぎてしまうわけですわね、とうた子が言うと、正代は、 永久に、兄弟の愛に終わってしまうんですわね。世界中で一等を愛し合っている二人なのに、恋人にもなれず、夫婦にもなれずにと言った。歌子が永久に、清らかな愛のままで、でもそれが不幸でしょうかと問うと、正代は、さあ、不幸か幸福かそれはわかりません。もし二人が、お互いに、男と女として愛し合って良いことに気がついたら、 それで幸福になったとも限りませんもの。兄弟愛、美しい、清らかな愛、永久に終わりのない愛と答えた。歌子も永久に終わらない音楽、永久に終わらないオペラとつぶやき、母たちは兄弟が出版した海を見に行った。幸福号出版は過去の栄光に生きる芸術家の醜悪さ、根結時、密輸、オペラの世界など様々な要素を 森くさん描いた娯楽小説であるが、反響は少なく、ほとんど論級がなされていなかった作品であるが、近年になって、フランス文学の影響や、京子の家との関連性で、その価値が問い直されている作品である。なお、三島自身は、幸福号出版について、完全に失敗した新聞小説であるが、自分ではどうしても悪い作品と思えないと述べている。 遠藤真治は、三島を方法意識の明確な作家とした上で、彼が新聞掲載のエンターテインメント小説に関して、どのような小説技法や戦略を意識し、実践したのかを究明することは、三島文学におけるエンターテインメント性の問題に、繋がると提起している。カ島マ・は、三島が大衆小説という意味のを利用し、西欧の近代小説から学んだ。 様々な技法や理念を密かに幸福号出版で実験していたとし、そこで有効性を確認した技法や様式は自作の純文学作品、京子の家をパースペクティブに入れて実験されたものだったと指摘している。しかしそれはそのまま移行し利用されたのではなく、京子の家ではそれと一目では見抜けぬほどソフィスティケートされたものになり、幸福号出版は京子の家に対して プルースとの楽しみと日々が失われた時を求めてに対するのと同じような関係を持ち、前者の実験がなければ、後者は生まれなかった関係だとか島は解説し、舞台に使われているのが、晴海月島、勝時橋など、共通しているのも、両者の類縁性を感じさせると述べている。藤田光雄は、主人公の兄弟について、兄弟は、近親相関的な、 ほとんど性愛によって結ばれた関係とも思えるほどに親密である。そこに、三島幸夫が終戦直後に妹、三子を失い、その死を敗戦より痛恨時とした思いの深さを重ねることができると述べている。そして、ヒロインの三子が兄、年男との絶対的な関係を失いかけると、自分の純潔を他の男に与えると、兄に宣言することに触れ、 この異形の兄弟愛がこの物語の幸福のキーワードであると解説している。鈴木安子は幸福号出版の主人公の兄弟愛と三島の短編水音で綴られている兄翔一郎と妹菊子のこの兄弟の愛は恋愛に近いもので二人の間を妨げているものは周知と恐れに他ならぬと思われたという関係と同じであるとし、 年男と三子の近親相関的危険な兄弟愛は真の兄弟であると信じて疑わないところになり立っているのである。だから最後に明かされる年男は打った子の子であったという事実を兄弟は知ることがない限り二人は完美な危険な愛を生き続けることができるのであると解説している幸福号出版ありがとうございます。